コディアックはアメリカ合衆国アラスカ州コディアックアイランド軍にあるし、ロシア帝国時代にはロシア領はアメリカの中心地であった。現在はアメリカ合衆国沿岸警備隊最大の基地やロケット打ち上げ基地が存在する。コディアック市の一図コディアック市はコディアック島北東部に位置し、座標は北緯57度47分35秒。 成形152度23分39秒である。アメリカ合衆国国勢調査局によると、市の総面積は12.6平方キロメートルであり、そのうち9.0平方キロメートルを陸地が占めている。コディアック市円形コディアックの気候は、海洋性で、1年を通して降雨が多く、冬季もアラスカ州の他の内陸部の都市と比較しても、非常に温暖であり、 真冬でも雪ではなく雨の降る日も多い。また、夏は冷涼であり異常な高温になることも少なく、気候が安定している。そのため周辺では樹木が繁茂し、死の愛称であるアラスカ、エスエメラルドアイルの由来となっている。コディアックの港ヨーロッパ人が到来する以前のコディアックの主な住民はユピク系のアルティーク人であった。現在でもコディアックには、 多くのアルティーク人が居住している。1740年内頃からは、現在のアラスカに、ロシア人が多く訪れるようになり、現在のコディアック周辺にもロシア人が到達した。1784年には、グリゴリー・シェリホフ率いる探検隊がコディアック島を訪れ、スリー・セインツワン沿岸に、最初の入植地を建設した。さらに1790年に、 アレクサンドル・ワラノフが島の北東に居住地を建設したが、これが後のコディアック市の原型となった。1867年にアラスカがロシアからアメリカ合衆国に売却されると、コディアックにもアメリカ合衆国からの入植者が居住するようになった。第二次世界大戦中にはコディアック周辺に複数の軍事基地が建設され、日本軍に占領されていた。 キスカ島及びアッツ島奪回に向けた全焼基地となった。なお、コディアックは記録上数回大規模な自然災害を経験している。1912年にはアラスカ本土のノバルプタ山が噴火し、コディアック市は大きな被害を受けた。また、1964年の大アラスカ地震の際にはコディアック市を津波が襲い、市に壊滅的な打撃を与えた。 1965年のコディアック市街2000年度のアメリカ合衆国国勢調査によるとコディアックの6324人の人口のうち最も多いのがヨーロッパ系でアジア系ネイティブアメリカンがこれに続くアルティクニーク人の踊り手ありがとうございます